これこんにちは。なんかさ、TikTok って18歳以上しかできないんだ、配信。知らんかった。ね、今なんか出てきた。絶対18歳以下の人をしてる人いるよとか言っちゃいけないか。あ、22時だから。あ、そういうこと。今日も麺食べました、さっき。2分遅れました、すいません。今日撮影あったから、髪の毛セットしてます。ちょっと崩れました。今日誕生日おめでとう。あ、目覚ましテレビありがとうございます。さっきそっち、どっちでもいいけど、目覚ましテレビのマンスリーエンタメプレゼンターっていう、まあ、週一で出させてもらうやつがあるんですよ。10月のマンスリープレゼンターみたいなやつに、決定しました。ありがとうございます。なんか、コラボを希望するクリエイターは他にもいます。拒否します。すいません、申し訳ない。毎週そうだ。で、決まってるわけじゃなくて、ちょっと今日にちが調べちゃうか。山中十太郎目覚まし。来ました。何日出るって書いてありますか。3日、16日、25日、31日、計4回。6時台のエンタメコーナーをはじめ、今どき、目覚ましじゃんけん、生原稿読みなどを行い、7時台からは MC として番組収録に登場する。MC？ MC？ 生原稿読みっていうのがちょっと怖いよね。ちょっとじゃあ、これモデルプレスの記事。ミルクオフィシャルサイト見ます。少な、書いてることは。まあ、いつもお世話になってる目覚ま、ヤフーニュース。あ、全部同じだね。じゃあ練習します、今から。はい、これ今パソコンで見てます。じゃあこの記事の、これはモデルプレスの記事かな、記事の、この僕の紹介文読みます。どういう感じで読む。炙りカルビ5回言えるよ。炙りカルビ来た。次いきます。栃木県出身の山中は、ちょっとこれダメだ。栃木県出身の山中は、
2001年生まれの22歳、俳優として話題のドラマや映画にも立て続けに出演し、むずいな、ドラマや映画にも立て続けに出演し、いやこれ本気だったらいけるよ、今ちょっとふざけてる。栃木県出身の山中は2001年生まれの22歳、22歳ってこれよく言うつけた方がいいかな、普通でいいんだよ本当に。ちょっとこういう声にするとズキュンパンやみたいになるんだよね。余興いらないか、いらないんだ。じゃあ余興なしでいきます。栃木県出身の山中は2001年生まれの22歳、俳優として話題のドラマや映画にも立て続けに出演し、11月8日公開の映画私のままでは主人公の親友役を演じる、どうこれ、これ秋山さんのネタね。てか確かにこれ初めて見る人いるかもしれないから僕の紹介するわこれ。栃木県出身の山中は2001年生まれの22歳、俳優として話題のドラマや映画にも立て続けに出演し、11月8日の公開の映画私のでは主人公の親友役を演じる、5人組のダンスボーカル、あやばいね、一回あれすればいいね、練習すればいける、今初めてなんだからね。5人組のダンスボーカルグループミルクとしては2021年にメジャーデビューを果たし、11月からは結成10周年を記念した最大規模のツアーを埼玉スーパーアリーナ 2days と大阪城ホールで行う。特技はサッカーで栃木県選抜に選ばれる実力の持ち主栃木県選抜にも選ばれる実力の持ち主、またファッションについて人一倍興味と感性が高く、ミルクでは衣装を担当し独創性の高いファッションセンスを発揮している。あぶね、独創性あぶね。なにこれ、原稿読みってさ、電波やばいんだ。電波ね。なんかやり直すわじゃあ。なんで電波悪いんだ。時止まる、一生止まってる。いや、うち最強電波なんだよ。